こんにちは、柳沢です。今回なんですけれども、打ち込みについて解説をしていきたいと思います。まあ、こういうですね、こうかかって受けて、この星に開いている、この間にこう打ち込んでいくという手っていうのは、もう囲碁においてもうかなり頻繁に出てくる、まあ、手段ですよね。はい、で、まあ、白はこれに対して、まあ、状況によってね、もちろんいろんな手がありますけれども、まあ、これが、このツケがですね、最もまあ基本となる対応ですよね。はい、この後の黒の打ち方について解説をしてみたいと思います。ではまず最初に多くの人がやりがちなんだけれども、まあ、良くない手というのをやっていきたいと思うんですけれども、ここでこちらにこう跳ね出していくという手、まあ、これ、まあ、白がここに来てこう跳ねるっていうのはね、打ちたくなる手かもしれないんですけれども、これは切られてしまって黒が一気に苦しくなります。で、まあ、この後ですね、こう当たりして、まあ、この黒ね、一目はしょうがないとしても、こっち側をこう跳ねていくっていう手がね、まあ、なんとなくこの手を打った瞬間っていうのはね、なんか黒いけそうな気がするかもしれないんですけれども、しかしこの後ですね、まあ、当たりされて、そして例えばですね、まあ、このように跳ねられて、しまいますね。はい、そうすると、こう切って、こう上からね、取れればいいんですけれども、それができないですね。ここに白に打たれたときに、はい、こちらの黒の方が先に取られてしまいます。で、これはここにですね、白石が来て、この黒のやっぱダメづまりが起こってしまっているということで、はい、こう上からいけないということになりますと、まあ、こう下からね、跳ねるということになりまして、でまあ、例えば一例としてはこんな感じになって、またこっちからこの黒のね、ダメづまりがもうどこまで行っても、嫌な思いをねさせられますね。まあ、こんな感じで、まあ、かなりちょっと苦しくなりますね。まあ、または白跳ねずに、まあ、伸びる手もありますよね。伸びて張ってきたらこう二段バネしていくというのもありますね。これ黒を切って取りたいですが、そうするとやはりねこう切られて、で這われるとね、やっぱりこっちの黒が取られてしまうということで、はい、まあこれもね黒、まあ例えばこんな感じで生きることはできますけれども、はい、まあ、これで、まあ、下がるなりかけすぐなりして生きることはできますけれども、かなり、窮屈なね小さい生き方になってしまいます。最初に戻ってこの手なんですけれども、これはですね羽ではなくて羽出しという手になります。でこれがね、まあ、多分初心者の方が勘違いしがちなポイントだと思うんですけれども、この白石がない場合にここにつけてきたら、まあ、これつけには羽よという格言もありますけれども、まあ、こう跳ねるという手は非常に自然な手なわけですけれども、ここに白石があるということはね、まあ、この白とこの白の間にこうなんていうんですかね、こう間に出ていくっていうことで、跳ね出しというね全然違う意味の手になってくるわけですね。この白石を無視してはいけないわけですね。はい、そうするとここに、切られた時に黒が、非常にちょっと不利な戦いになってしまうわけです。ではこの形の正解はというと、黒はこっちじゃなくてこっちに、まあ斜めに行くわけですね。これは割り込みという手になります。この白とこの白の間に回って入っていくということですね。はい、これで、まあ、この後のね、例を紹介していきますと、こうなって、そして張って伸びて、でこう飛び出していくことがありますね。はい、これで、まあ、黒だいぶゆとりを持ってこの白模様をね荒らすことができますし、まあ、この白の壁もですね、まだどうかするとこの切りを、まあ、今すぐにはやらないですけど、ちょっと後々狙っていくという可能性もあります。これさっきと違ってね、ここのダメが1個空いてるっていうのがえらい違いなわけですね。さっきはここに白石があったと、で、まあ、こういう形だったわけなんでね、はい、これだとこう出られてね、はい、ここが黒持たないんですけど、ここが空いてれば、大丈夫ということですね。これが黒の目指すべき形です。じゃあこの時に白がこちら側を切ってきたら大丈夫なのかということなんですけれども、これはもちろん逃げまして、この石は取られますが、黒はねこちら側を切って、そしてこの辺りも抜け目なく打ちまして、こうシチョウに取っていくことができます。まあ、これも黒満足のいく形になります。またはこの時に白こう取りではなくて、こちら側をつないでくるという手もありますね。この場合もやはりこちら側をシチョウに取ることができれば黒は満足です。ということで、これらの変化はですね、黒がこうシチョウに取れるということが前提になっていないといけないので、例えばここら辺にこう白石があって、
この主張逃げた先にね、これがぶつかってる、まあ、いわゆる主張あたりがある場合は、これ黒成立しないということになります。こういう場合はこれ黒が不利になってしまいます。まあ、こっち側もそうですよね。こっち側になんかこう白石が、待っていて、さっきのね主張が取れないということになると、これも黒ね作戦が破綻してしまいます。これに限らずですね、囲碁の戦いというのは主張が成立しているかどうかというのがですね、非常に影響してくる場合が多いですね。今回の場合は何もなければね、もちろん、大丈夫ですし、もちろん、味方の石がいる場合も大丈夫ですね。はい、この相手の石がこの主張の行く先に待ってる場合、はい、これをやる場合はこっちかこっちか、もうどっちかに、相手の主張あたりが待ってたら、そもそも黒はこの割り込みを打つことができません。これは、事前に確認しておかないといけないところですね。つまりこっち側にね白の主張あたりが待ってたら、こう切って、取られてしまって、黒が、良くないですし、こっち側に白の主張あたりが待ってたら、白はこっちに、継ぐことによって、やはりね、黒の作戦がうまくいかないということになりますので、はい、この点はしっかり、この割り込みを打つ前にチェックしないといけないですね。じゃあ何かね、こう主張あたりがこう待っている場合というのは、じゃあそもそもここに打ち込んではいけないのかというと、そんなことはないですね。はい、まあ、そんな場合割り込むことはできませんが、こう伸びていくという手も、まあ、立派な、作戦としてありますね。まあ、今度はねこうビシッと白も継ぐことができるので、まあ、さっきのですねこういうこの割り込んでちょっとこう白の厚みも何て言うんですかね、こう断点を作られて、しまってる状態でさらにねこっちにどんどん入られちゃうっていうのが、まあ、白としてはちょっと、面白くないわけですけれども、まあ、ここでビシッとね過ぎれば、はい、まあ、ここでまた跳ねることもできて、まあ、白もいい厚みになりますのでね、はい、さっきの黒の理想的な形よりは、まあ、だいぶね、白もいいわけですけれども、まあ、ただこれはこれですね、黒この後にまた大事な手がありまして、こう打ってこうコスミつけてねこう渡るという手があって、これもね結構もともとここら辺にいっぱい白地ができそうな、模様だったところを逆にね、これだけこう黒地が、できてくるということになればなかなかの稼ぎですよね。黒は十分にね打ち込んだ甲斐があったかなというところですね。まあ、これもねやっぱり、初心者の頃によくやってしまいがちなのはこれですね。こうやって、こういう風にいってというのはこれは、まずいですね。こっち側行きましたけどここ突き破られちゃってね、こちら側の黒が傷んで、はい、地も、隅のね黒地がなくなってしまうという形になって、これはまずいですね。はい、これが非常に重要な手になります。はい、ということでまとめますと、まあ、実戦で非常によくできるこの白がかかって黒が受けて星に開いているというね、この間に、まあ、打ち込んでいくという手の、後ですね、はい、こちら側に跳ね出していくというのは、うまくいかないので、これ気をつけてくださいということと、黒はまず考えるべきはこちらの割り込みですね。はい、ここに割り込みが打てる、まあ、つまり、こちらから切られてもこっち側の主張もこっち側の主張も取れるということを確認した場合はここに割り込んでいくということですね。まずこっちを優先的に考えます。で、これがですね、まあ、なんか主張あたりとかがあって割り込めないなという時は伸びていくということですね。このポイントを押さえていただければこの打ち込みをですねこううまく使えるのではないかなと思います。はい、ということで今回は以上です。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録をぜひお願いいたします。コメントもお待ちしております。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。